タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。すいません、ちょっと言い忘れてたんですけども、先に言っておきましょう。園山さん、南原社長のご紹介で、南原さんから僕に連絡があって、こういう人がいるんだけど出してもらっていいですかっていうことがあってきっかけでしたので、まあ、南原さんの YouTube にも出てらっしゃいますよね。そうですね、はい、いや実は私が割とその今までお金を取られやすくてですね。お金を取られやすい。そうなんです、はい、人に、はい、本当に、いや自分の本当に甘さからなんですが、それで、まあ、全て今まで自己資金でしかお店も含めやってきたことがないんですね、はい、割と私がそのお人よしというか、まあ、本当バカだと自分でも思ってるので、どうもこう誰かからお願いされると助けたくなってしまい、自分でそんなお金もないくせに追加してしまったりすると返ってこなかったり、あとは投資の話で投資しないかと言われてお金を出してそのまま返ってこなかったり、ちょっといろいろとはめられたりしてお金がどんどん飛んでいき、でその時に南原さんにいつもどうしたらいいですかねって、でもまあ大丈夫でしょうっていつも言われて、その繰り返しだったんですが、はい、今年に入って実はちょっとずっと悩んでいたんですね。私が、皆さんそれぞれに合う料理や味付けのお料理を出したいっていうのがずっとあったんですけど、やっぱり、1日じゃ20人ぐらいいらっしゃるお客様のことを私が本当に把握してないとそこができないと、でもそのまま続けていくのはまずいと思っていた時にコロナが来たんですね、まあ、どんどんその間にも家賃だけ発生したりしていたので、まあ、お金がどんどんなくなっていって、でその時に、まあ、南原さんにどうしたらいいですかねって聞いたら、いいのがあるよと言われて、もうこれしかないんじゃないかと、もうちょっとこういうのあるんだから出てみたらっていうことを、実は5人ぐらいの方から急に言われたんですね。いきなりそんなに言われるってことは何かあるのかなと思い、令和の寅さんであれば自分がこれからやっていきたいこととか、その食に対する思いを伝えられるかなと。この47都道府県のアンギャって、時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア、株式会社サンエイト代表取締役竹内光一。 YouTube の可能性をいち早く見出し、ビジネス界に激震を与える。好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー。 YouTube 界の太陽はいかなる志願者の未来を照らすのか。この47都道府県のアンギャって、別にこれ今やる必要ってあるのかなっていうのをまず思いました。もうずっとこれも15年ぐらい前から考えてたんですが、15年考えてやらないんだったらもうやらないと思います。15年前からちょうどお店をスタートしたんですね。そのお店は私が常にいたお店だったので、休みが正直取れなかったのですいません。ちょっとなぜかごめんなさい、ちょっと伝えるのがすごく下手なので、本当に、なのでいつも厨房にいたんですが、そうすると日本回れないなと、かといってここでやめられないし、まあ今、まず自分がやると決めた飲食店は全うしようと思って。あ、じゃあごめんなさい、質問変えますね。まあ飲食店への出資というところで、ここの47都道府県の意図があまりわからないというか、そのやりたかったからやりたいっていうのは別に今じゃなくてもできるかなと思うんですね。お金を借りてまでこれを今ここする必要があるのかな。例えば食材探しとかでも別にちょっとずつ広げていけばいいだけで、いきなり47都道府県3ヶ月かけて回ります、そのお金を貸してくださいは、なんかあんまり成り立たないかなっていう。その47都道府県というか、まあ日本のいろんなところの、まあ、生産者からその飲食店やってる間に、まあ、こういうものを作ってますと、これぜひもっともっとたくさんの人に広められないですかねと
いう連絡をよくいただいていて、でその都度私のお店では使っていたんですね。でも結局その自分のお店止まりになってしまっていて、いくらまあそれを PR したところで、まあ、そこまで認知度もなく、あとは商品化にも至らないと、後世に伝え続けたいなっていう思いがずっとあったので、今じゃなきゃダメというよりは、もうこんなに遅くなっていってどうしようっていう焦りが、もうどんどん毎年毎年、これどうしたらいいですかねっていう相談を受けるたび来ていたので、そろそろ実現できないかなと。これ、ごめんなさい、この資料も見て分かるんですけど、すごいんですよね、この文字の数が。これなんかこれにもう縛られちゃってると思うんですよ。ビジネスってもっと簡単だと思ってて、例えば自分がうまくいってないのに人を助けようってなるから、なんか騙されるとかなっちゃうと思うんですね。例えば自分がご自身がお店やられて、すごく繁盛店だと、お客さんがいっぱい来るからそこでいいものを仕入れて、こんないいものがあるんですって言えばたくさんの人に伝えれるのに、お店がない状態で全国回っていいものをどうやって情報発信するのかなっていう、それを商品化して EC サイトでまずは売っていければなと。でそれの EC サイトだけではなくて、まず東京で の, そのまあ拠点というか、まあ、そこの場所ではデリバリーとテイクアウトで売っていけたらなと。あとはいろんな施設、老人ホームとか、まあ、子どもたちの施設とか、将来的には全然そういうビジョンはいいと思うんですけど、まあ、一歩ずつ多分やらないと、いきなり100歩やろうとしてるように見えるんですよね。あれもこれもやりたい、もちろんその生産者を助けてあげたいとか、そのアスリートをもっと良くしたいって分かるんですけど、それ一気には多分一人じゃできないですよね。一人というか小さいチームでは。そうですね、うん、なんでまず何をやりたいのかの、そのまず一歩を踏み出すためのなんかこの場かなと思ったので。15年越しの夢を叶えたい。だが理想だけで虎たちを納得させるのは難しい。志願者に突破口はあるのか。これまで園山さんは、料理人兼料理研究家であり、ご自身で経営者としてずっとやってこられたっていうことでいいんですかね、ご経歴としては。そんな中、ご自身 の, その料理人というか、まあ、その食のスペシャリストとして、もちろんその思いもあるし自信もあるし実績もおありだと思うんですけど、経営者として正直これまでを振り返るとうまくいってこなかったっていう過去があると思うんですよ、歴史が。飲食店に関しては、はい、一度も赤字を出さなかったですね。あ、他でこうお金失っちゃったりとか他の事業で失敗したりとかってしたんですか？事業で失敗、はい、事業というか、僕が聞きたいのはですね、株式会社ハレルヤ代表斉藤智春、世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営、通信販売、実店舗経営、 YouTuber トモハッピーとしての活動で年間売上は30億を超える。ホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。僕が聞きたいのはですね、まあ、こうお人よしすぎてこう騙されちゃったりしてお金失っちゃうとかっていうのが失敗の要因に挙げられてましたけど、それ以外にどんな失敗要因があったってご自身が考えてらっしゃるのかなっていうのが知りたいです。経営に関しての、本当いわゆるシンプルな経営に関しての失敗っていうのは、なんだろうな、自分個人の失敗は多くても一会社での飲食店経営者での失敗は、じゃあ飲食店の経営はうまくいってたけど他で騙されちゃったりしてお金が飛んでっちゃって苦しくなっちゃったっていう過去があるっていう状態ですかね。失敗、それ以外の失敗の方が多い気がしますね。経営より、一旦分かります、すいません。ちなみに、あの七重ママ、彼女が以前やってらっしゃったお店に行ったことがあるっていうことですよ。どんなお店だったんですか？素敵なお店でした。ジャポニカ学習帳のね、書いてもありましたけどがメニューになっていて、すごく 愛情たっぷりなレストランといいますか、和食 でメニューも本当にこう工夫がされていて、で健康食で、すごく大好きなお店でした、はい、和食のレストランみたいな。
レストランといえばレストランですが、はい、ザ和食みたいな割烹料理みたいな感じではないんですよね。もちろんハンバーグとか、はい、あとは牛タンも出してたこともある あったり、ただ、はい、本当にもう今日ちょっといらっしゃるとは思わなかったので、いやものすごく謝りたかったんですね。ほう、いやもう本当に最後にいらした時のことがちょっと忘れられなくて、いやもう本当に申し訳ないことをして。何ですか、よろしければ。いや、もうこんな状態でおもてなししていいのかっていう時に、実は本当にいらしていただいた時があって、実はその直後にお店閉めたんですね一回。いやもうちょっとそれは失敗かもですね、その時は。いや経営の失敗っていうのとまた重なるのか分からないですけど、経営の失敗だと思います。何が起きたんですか。いや社員に実はその時ぐらいから厳しく言えなくなってしまったんですね。でもそれまでって本当に厳しかったんですけど、社員に対してある時から怒るというか厳しく言えなくなってしまって、どこかで恐怖心があるというか、これを伝えたら何て言われるんだろうとか、私が割と SNS でひどいことばかり書かれてるので、また書かれたらどうしようって思ってたら何も言えなくなって、そしたらちょっと社員たちが変わってしまったというか、それで、まあ、要はじゃあ七重ママにはこういうお料理出しましょうって言っても誰も言うこと聞いてくれなくなり、これまずいなどうしようって思いながらもお料理を提供してたので、その状態でいらしたのがものすごくもう本当にちょっともうどう謝っていいんだろうと。それ以前とその回答でママは実際にお食事を取られて何か変わった感覚はあったんですか。いやそんなに、ね、気づかなかったですよね。本当の料理人の人ってこういう風なのかもしれませんね。あれはいや本当ありがとうございます。いやでももう出したいと思っていた料理が全然出せてなかったので、最後に七海ママがいらしたあたりぐらいはその人に対しての自分の思いが伝えられなくなったというか、人というか社員に対して怒っていいのかというか厳しく言っていいのかっていう迷いが出てきたのが半年ぐらいありました。自分の中でどういうパフォーマンスがいいのかっていうのを迷ってたっていう感じなんですね。それが裏目に出てたっていう状態。まあ、僕も飲食業なので、そのこだわりとかその、まあ、その感情の部分っていうのはすごい気持ちは伝わったんですけども、まあ、今聞いてる限りだとこうやめたりやったりとかっていうその波のそのバイオリズムはやっぱ飲食店ってマラソンだと思うので、うん、やっぱり毎日同じ一定のテンションでやっぱお客様に接してないと、それはもうなんて言うんでしょうね、もう自分本位の仕事ではないと、お客様ありきのお仕事だと思うんですね。っていうのがまず一つちょっと気になったのと、あとこの未来型缶詰とかっていうのは最初すごい興味があったんですけど、実際にこう商品化していけるのかなっていう、はい、行きたいんですか。行きたいっていうかその缶詰のその賞味期限が長いとかっていうその優位性なのか、それともその健康なのか、それともご自身のその出してるものをお客様に提供したいっていうなのか、そのどこなのかなっていうのがちょっといまいちこうあっち行ったりこっち行ったりしてるので、とにかく体によく美味しくて、食べて幸せになれるような長持ちがするものを作りたいですね。もう健康的で長持ちする缶詰を売りたいっていうことなんですね。はい、それを作るのに商品原価初期投資463万円っていうのがかかるってことですか。まあ、もうちょっとはかかりそうなんですが、ちょっと細かくしてしまったんですが、それぐらいで商品化すると500万ぐらいはかかるかなとは、いろんなものを含めて、うん、いつもそこで、まあ、工場との話し合いの中で難しいのが、まあ、機械どうしようと、それを作るのにお金がかかると。人並みならぬ料理人としてのこだわり、その情熱で完全オールをつかみ取れるか。物語は終盤戦へ。次回衝撃のラストを見逃すな。僕らがリターンを得ることができるのっていうのが聞きたいんですよね。ここが不透明なんですよ。全部検討中みたいな状態に見えるんですよ。